こんにちは、週末予報チャンネルのまゆです。なんと週末予報で書籍を出版しました。それがこちら、これならできる日本ミツバチの週末予報第5版改訂版です。184ページの本と約3時間の映像を収録した DVD2 枚組のセットです。本は A4 サイズの大きな本で、ずっしりと重みがあります。厚みも結構厚いですね。本文は白黒で文字がこんなに大きく書かれています。養蜂を始める方の多くがシニアの方なので、老眼でも読みやすいように大きな文字にしました。週末予報が一から制作していって、本の印刷や DVD プレスも週末予報が行っている自費出版です。なんと2000部も作成しました。この本のコンセプトは、これから飼育を始める方向けに最も簡単な方法でニホンミツバチを飼育して蜂蜜を取るまでを解説しています。週末予報が運営するネットショップや Amazon で販売していますので、概要欄からご覧ください。最も簡単な方法というのは、流木式巣箱に野生のニホンミツバチに住み着いてもらって、蜂蜜が溜まったらその一部を分けてもらうというものです。これは実際に週末予報がやっている方法で、これまで YouTube で紹介してきたものと同じです。流木式巣箱とは、このように同じサイズの木枠を積み重ねたもので、一番下にミツバチの出入り口があります。一般的な養蜂の巣箱のイメージは、板を引き出して内部を観察できるものですが、外来種の西洋ミツバチを飼育するときに使うもので、日本ミツバチの養蜂にはあまり使われません。おそらく日本ミツバチの飼育者の9割はこの重箱式巣箱を使っていると思います。日本ミツバチの飼育向けに広く普及している巣箱なんです。養蜂している、飼育しているというよりも、野生の日本ミツバチが巣箱に住み着いている状態です。ニホンミツバチは自然界では木のうろや土の中にできた空間などに巣を作ります。人間が生活する範囲では庭の木の中はもちろん、民家の軒下や天井裏、お墓の中、電柱の中に巣を作って人間を困らせてしまうこともあります。そこで空の巣箱を設置しておくと、ニホンミツバチが巣を作ることがあるんです。さらに、ニホンミツバチを誘引する製品を使うことで巣箱に入る確率を高めることができます。小鳥の巣箱と似ていますね。余談ですが、週末予報でも小鳥の巣箱を設置してみました。小鳥が来るか楽しみですね。ニホンミツバチが入居してくれたら成長を見守ります。ハチミツが溜まったら余ったハチミツを分けてもらいます。このような方法なので、世話はほとんど必要なく、餌をあげる必要もありません。専門知識がなくても飼育できるんです。さらに週末予報の方法は、手がかからないように改良されています。これは師匠がサラリーマンだった頃に多数の群れを飼育する必要があったためです。同じ重箱式巣箱でも、巣箱の底に溜まった巣屑を毎週掃除したり、オオスズメバチが来たら守りに行くなんていう方法もあるんですが、忙しいとなかなかそういったこともできません。そこで巣箱の底にはゴミが溜まらないようにして、オオスズメバチにもやられないように巣箱を改良しました。その結果、巣箱を何ヶ月も放置しておいても大丈夫になりました。また秋の採蜜シーズンは、毎週末飼育場所を回って1日に何回も蜂蜜を取らないといけません。蜂蜜の取り方も改良していて、スムーズに短時間で取れるようになっています。手間をかけずにスムーズにできるという方法は、初心者でも行いやすいんです。難しいことをしなくてもよく、ニホンミツバチの群れが立派な巣箱の中ですくすくと育つことを見守るだけです。この本にはそのような方法がじっくり解説されているので、初心者でもうまくいきやすいんです。これならできるニホンミツバチの週末予報には DVD もついていて、映像でニホンミツバチの飼育を学ぶこともできます。動画は YouTube で公開したものを再編集しているので、このチャンネルを見てくださっている方には見慣れたものが多いと思いますが、本と合わせて見ていただくことで、さらに理解が深まるように作りました。養蜂したいけど、これまでミツバチを見たこともないという方には特におすすめです。冒頭で第5版改訂版と言ったように、この本は改訂を重ねてきました。
この本の元になったものから10年以上の歴史があります。最初は今から10年以上前に販売していた巣箱や蜜蝋のおまけにつけた電子ファイルの解説書から始まっています。パソコンで作った解説書を PDF ファイルにして購入者の方に送っていました。最初は数十ページくらいの短いものでした。巣箱や蜜蝋などの購入者は飼育方法が分からずに困っている場合が多く、多くの質問をいただいていました。その疑問に先回りして解決できるように追記してきました。またメールや週末予報が運営しているサイトに寄せられた初心者の失敗談をたくさん読ませていただいて、どうしたらそのような初歩的な失敗を防げるかを考えて内容を改善してきました。このように発展してきたので、初心者のポイントに合っています。はい、こちらが初版から2版、3版、4版、最新版の5版まで集めたものです。初版はかなり薄いですね。最新版の2分の1か3分の1くらいしかありません。2012年には DVD 付きの本として500部作りました。初版は100ページ足らずで、今よりもだいぶ薄いです。その後数年おきに改訂して内容を更新追加してきました。ニホンミツバチの捕獲に成功した方の体験談を載せたり、2014年に登場したマチマクロアイについての記載や、2010年に初めて報告されたミツバチに寄生するアカリンダリについての情報などを追記しました。通算でなんと5000部を発行しています。そして今年2021年1月ついに第5版改訂版を出版することになりました。第5版ではアカリンダリ対策やスムシ対策に最新の情報を加え、これまでほとんど同じ映像を使っていたこちらの DVD を一新しました。2枚組で合計200分の映像が収録されています。実は第4版は2020年の夏前には売り切れてしまっていたのですが、第4版の DVD に収録されていた動画が YouTube で公開しているものよりもかなり古いものだったので、 DVD がリニューアルできるまで一旦出版を停止していました。満を持しての登場です。なぜ数年単位での改訂を行っているかというと、読者からの質問や要望に答える以外にも理由があるんです。最近ではインターネットで多くの情報がやり取りされ、ニホンミツバチの飼育方法もどんどん変わってきています。またニホンミツバチについての研究も進んできていて、マチマコロアやシモシッコカードなどの製品も登場しています。さらにアカリンダニのようにニホンミツバチを取り巻く状況も変わってきています。このような新しい情報を反映するために短期間での改訂を行っています。例えば9年前の2012年の初版の段階ではマチパコロアがなかったので、金魚片をなるべく頑張って育てることを推奨しています。9年前だとこの情報は正しいのですが、現在ではマチパコロアがあります。金魚片の栽培は難しくて失敗してしまう人が多いので、植物の栽培に詳しくない人や時間がない人にはマチパコロアを勧めています。またアカリンダニは2010年に長野県で初めて報告されたため、9年前の初版の段階では被害や発生状況や対策についてはほとんど知られていませんでした。このため初版にはアカリンダニの記述はありません。このように9年経った今、初版の内容はあまり参考にならないんです。実は出版社からも何件も商業出版の話はいただいているのですが、全てお断りさせていただいています。商業出版では2年や3年で改訂を繰り返すことはどうしても難しくて、状況に合っていない古い内容の本がそのまま出回り続けることになってしまいます。役に立たない本を出し続けることはできません。本のレイアウトやデザインなどは少し改良の余地はあると思いますが、何よりも内容を重視しています。これならできるニホンミツバチの週末予報は、ニホンミツバチを趣味で飼い始めたい方に特化して作られた本です。この本を見ながら始めることをお勧めします。週末予報が運営するネットショップや Amazon で販売していますので、概要欄からチェックしてみてください。週末予報で販売している巣箱やミツバチの誘引に使うマチバコルアーやミツロウがセットになった週末予報スタートキットにも
このこれならできる日本ミツバチの週末予報が付属しています。巣箱を作る予定の人も見本が一つあると作りやすいですし、このセットだけで日本ミツバチの捕獲に挑戦することができます。初心者の方には特におすすめですので、ぜひチェックしてみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは趣味で日本ミツバチを飼育するためのノウハウなどを発信しています。これからの季節は日本ミツバチの捕獲シーズンです。捕獲のコツや準備などを発信していきますので、興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。コメントもお待ちしています。それではまたお会いしましょう。さようなら。